皆さんこんにちは、宮地です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。皆さん突然ですが、こちらのショートカットアプリ使っていない方いらっしゃいますか？このショートカットアプリとは iPhone の操作を自動化したり効率化してくれるアプリになっていて、ちょっと使い方を知るだけで普段の生活が格段に便利になります。ではこのショートカットアプリで何ができるかというと、これから紹介していく内容にもなりますが、例えば毎日やっている決まった作業、そうですね、コンビニでの支払いの時に自動で PayPay を開いたり、毎朝毎晩の複数アラーム設定を自動でオンオフしたり、とにかく普段手間がかかる作業を自動化、効率化することができます。今回はそんなショートカットを毎日10個以上活用している僕が、これはぜひ使ってほしいなと思うおすすめのショートカットを10個紹介していきたいと思います。え、そんなこともできるの？とか、これ欲しいと思っていた機能といった発見があるかと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。紹介したショートカットについてはダウンロードしてお使いできるように、概要欄とコメント欄にダウンロードリンクを貼っておきます。気になるショートカットがありましたら、ぜひダウンロードをして使ってみてください。ただし、ダウンロードをしただけでは使えず、皆さんの iPhone に合わせた設定が必要なショートカットもあります。そちらに関しては、設定の方法を紹介している動画のリンクも合わせて載せておきますので、ぜひチェックをしてみてください。また、ショートカットについて全然知らないよという方、このチャンネルではショートカットの使い方動画を投稿しています。もしショートカットに興味を持っていただけましたら、ぜひチェックをしてみてください。では少し前置きが長くなりましたが、早速本題に行きましょう。では早速紹介していきます。一つ目はポイントカードアプリと PayPay などのキャッシュレスアプリの連携機能になります。普段このチャンネルを見てくださっている方は知っているかと思いますが、こちらはあまりにも便利すぎるので毎回ランキングに入れて紹介をしています。この機能を使えば、例えば楽天ポイントやポンタポイントなどのアプリを開いて、そのアプリを閉じただけで簡単にクイックペイやペイペイなどのキャッシュレスアプリを自動で開くことができます。皆さん普段よく行くコンビニやスーパー、ドラッグストアがありますよね。おそらく毎日行ったり2日に1回くらいは行くお店って皆さんあるかと思います。僕も会社から帰ってくるときに近くのスーパーにほぼ毎日立ち寄ってから帰宅をしています。そこでこの機能を毎回使っていて、実際に使うとこんな感じで、こちらのポンタポイントカードアプリを開いて、こちらのバーコードを店員さんに読み取ってもらいます。読み取ってもらったら、こちらのアプリを閉じるだけでこんな感じで自動で PayPay が開くので、こちらのバーコードを見せれば一連の決済が完了になります。普通だったらポイントアプリを開いて閉じて、その後に PayPay を開くという動作が必要ですが、ショートカットを設定しておけばポイントアプリを閉じるだけで PayPay が開いてくれます。これワンタップ削減するだけで結構地味に見えますが、近くのスーパーやコンビニに行く頻度はかなり高いと思いますので、使ってみるとかなり便利だなと思うかと思います。また他にもこちらのアイコンですね、ポイントアプリを開くというアイコンをタップすると、こんな感じでどのポイントアプリを開くか選択をすることができます。ここでユニクロのアプリを開いてみましょう。そしてこのアプリを開いてバーコードを読み取った後に、こちらのアプリを閉じると、今度はこんな感じで通知が来て、こちらをタップするとキャッシュレスアプリも選択することができるような設定にすることもできます。こちらは少しタップ数が増えますが、ポイントアプリを自由に選べるのとキャッシュレスアプリを自由に選べるのとで汎用性がかなり高くなります。ここは皆さんが普段よく行くお店に合わせて設定をしてみてください。こちらをタップするとこんな感じでクイックペイの画面が開いてくれます。では次に2つ目です。2つ目はカレンダーにまとめて予定を追加する便利機能です。皆さん普段 iPhone を使って予定管理やタスクの管理するかなと思います。予定を管理する上で、純正のカレンダーアプリや Google カレンダー、タイムツリーなどのサードパーティー製カレンダーアプリに予定を追加していくかと思いますが、これらのカレンダーアプリに同じ予定を複数追加したいときってないでしょうか。例えばジムや習い事など毎週通うような予定や、早番遅番などのシフトの予定など1回きりで終わらず何回も繰り返すような予定って結構あるかと思います。ただカレンダーアプリを普通に使っていると予定は1つずつしか追加できません。しかしショートカットアプリを使うと、同じ予定を好きな日付でまとめて入力することができるんですね。こちらのカレンダー予定を一括追加するアイコンをタップすると、こんな感じで予定名はと予定のタイトルが聞かれますので予定を入力、今回は早番としておきます。完了をタップすると、次に予定を入れたい日付が聞かれますので、入れたい日付にチェックマークをつけていきます。ここではとりあえず明日と明後日、さらに少し飛んで27、28と予定を追加するようにしていきたいと思います。予定は1ヶ月先まで選べるようになっています。選択できましたらこちらの完了をタップ。はい、こんな感じでショートカットが完了すれば OK です。これで自動でカレンダーアプリに予定が入ってくれるんですね。
ではカレンダーアプリを開いてみたいと思います。こちらカレンダーアプリを開くとこんな感じで、明日に早番、明後日も早番、そして27と28にも早番という予定入ってくれましたね。またこちらは純正カレンダーアプリと予定を同期できる Google カレンダーやタイムツリー、ファーストシードカレンダーなどにも反映することができます。実際に各アプリを開いていくとこんな感じですね。 Google カレンダーもこんな感じで早番が4つ入力されてますね。またこちらのファーストシードカレンダー開いてみるとこんな感じで早番の予定入ってくれていますね。ちょっとタイムツリーはいろいろな予定が入ってるので見せられないんですが、こちらも早番の予定が追加されています。これかなり便利で、わざわざ一つ一つ予定を入れなくても良くなりますので効率が爆上がりします。ぜひ同じ予定を複数入力しているという方はこちら使ってみてください。では次に3つ目です。3つ目はアラームをまとめてオンオフする便利技になります。皆さん普段 iPhone のアラームを使っていて起きるのが不安だから複数のアラームをセットしているという方多いんじゃないでしょうか。そんな方に朗報の機能で、アラームを一気にまとめてオンしたりオフしたりする機能になります。今こちらの時計アプリを開いてアラームを見てみると、こんな感じでアラームがオフになっています。この状態でホーム画面に戻って、こちらの並列アラームというアイコンをタップします。するとこんな感じでショートカットが動作してくれてアラームをオンにしてくれます。こちらの時計アプリに戻ってみると、こんな感じで先ほどオフだったはずのアラームがすべてオンになっていますよね。また一度ホーム画面に戻って、今度はこちらのアラーム全オフというショートカットをタップすると、こんな感じでアラームオフにしましたという形で出てきて、こちらをタップするとこんな感じでアラームがすべてオフになってくれます。複数アラームを設定している場合、起きた時点で他のアラームをすべてオフにしますよね。そうしないとせっかく起きて洗面所で顔を洗っている時なんかに次のアラームが鳴ってしまいますもんね。すると毎晩アラームをオンにして毎朝アラームをオフにするという作業が毎日発生してしまいます。そんな時にこちらのショートカットを使えば毎日アラームの設定が劇的に楽になります。さらにアラームをオンにする方法として、今みたいにアイコンをタップせずとも指定の時間になったら自動でショートカットを動かしたり、 iPhone をかざすだけで自動動作させる方法もあります。こちらはここで紹介すると長くなってしまいますので、よければ過去に出しているこちらの動画を参考にしてみてください。ぜひ毎日複数アラームを設定しているという方はこのショートカット便利ですので活用してみてください。では次に4つ目です。4つ目は壁紙を毎日ランダムに変更する機能になります。皆さん普段 iPhone の壁紙にはどんな画像や写真を設定しているでしょうか。好きなアイドルのキャラクターの壁紙だったり、子供や家族の写真だったり、綺麗な景色の壁紙だったりと、いろいろな写真を設定しているかと思います。ただこの壁紙設定ってなかなか変更しないですよね。慣れた壁紙の方が使いやすいと僕も思っていましたが、壁紙が変わると部屋の模様替えをしたような感じで新鮮で結構気分が変わっていいなと思いました。なのでこのランダムに毎日好きな写真の中から壁紙を設定してくれるショートカットを皆さんに共有したいと思います。こちらは毎日朝起きる前の5時くらいに自分の写真アプリのアルバムの中からランダムな写真を選んで壁紙を設定してくれるようにしています。ちょっと今から朝5時までは待てないので、ここでは1分後に壁紙が変わるように設定をしていきたいと思います。はい、今1分後に変わるように設定をしてみました。今8時39分ですが、あと少しで8時40分になります。はい、今8時40分になりましたね。8時40分になるとショートカットが動作してくれて、はい、こんな感じで壁紙が変わってくれます。こちらは他にも1日の時間に合わせて朝昼晩と壁紙を変更したり、平日は仕事用のシンプルな壁紙で、休日だけ好きなキャラクターやアイドルの写真を壁紙にしたりと、自分の好きなアレンジで壁紙を変更することができます。普段の生活にちょっとマンネリを感じている方、壁紙が変わるだけで結構新鮮味があって気分が変わるので、ぜひこちら試してみてください。では次に5つ目です。5つ目は長いスクリーンショットを撮影する機能になります。iPhone のスクリーンショット機能、普段使っているかと思います。ただ普通のスクショでは iPhone の画面に見えている部分しか撮影できないですよね。こちらのショートカットはサファリのウェブページに限りますが、ページ全体を長いスクリーンショットとして撮影できる方法になります。こちらサファリを開いていきましょう。今こちら Apple のホームページを開いてみました。ホームボタンのない iPhone では電源ボタンと音量ボタン、ホームボタンがある iPhone ではホームボタンと電源ボタンの同時押しをしてスクショしていきましょう。はい、スクショするとこんな感じ、左下にスクリーンショットの画像が表示されるかと思いますので、こちらをタップすると、普通はこちらの写っている範囲部分のみを保存することができますよね。ではこの状態でこちらフルページのタブをタップしてみてください。するとこんな感じ、ウェブページ全体を PDF として見ることができるんです。
こんな感じですね。ここで右上の共有マークをタップ。するとこんな感じで共有メニューが出てきますので、こちらから全体スクリーンショットをタップ。するとこんな感じでショートカットが動作してくれて、画面全体のスクリーンショットを写真として保存をしてくれます。こちらを一旦閉じて、写真アプリの方を開いていきますと、こんな感じですね。すごく長いスクショが撮れていますね。こちら拡大をしていくと普通に文字を読むこともできます。こちらは僕自身もかなり使っているのですが、旅行やレストランの予約時に予約完了画面や旅行の工程の画面をスクショしておくのにかなり便利です。特に旅行の工程なんかは縦長になっているので、何枚もスクショを撮らないとダメだったりしますよね。他にも飛行機に乗る前に気になるウェブページをスクショしておいて、機内モードでも写真を見ることでウェブページの内容が見れたり、期間限定で見ることができるウェブページをスクショしておいたりと、結構いろいろな場面で使うことができます。普通のスクショだけでなく縦長のスクショも撮ることができるんだなと覚えておいていただければ、いざ使いたいときに便利かなと思います。では次に6つ目です。6つ目はワンタップで好きな設定画面を開く機能になります。皆さん普段よく設定を変更したり見たりする設定項目ってないでしょうか。僕はよく iPhone のディスプレイが自動で消灯をして画面をロックする時間を変更したり、テザリングの設定画面を開いたりしています。ただこのよく使う項目の設定って結構階層が深くて、どこに設定項目があるか忘れてしまったり、わざわざ何回もタップして設定を開くの面倒だなと思ったことはないでしょうか。かなり面倒ですよね。例えば先ほどの画面ロックの時間設定だと、まずこちらの設定アプリを開いて、こちらから画面表示と明るさをタップ。この中からこちらの自動ロックの部分をタップして、ようやく設定を行うことができます。かなり手間がかかりますよね。実はこちらの好きな設定項目を簡単にホーム画面からワンタップで開ける方法があります。一旦こちら設定を戻っておいて、ホーム画面に戻り、今度はこちらのアイコンですね、画面ロックというこちらのアイコンをタップします。するとこんな感じで先ほど見ていた自動ロックの設定のところにワンタップで飛んでくれるんですね。これ結構すごくないですか。他にも全部ではないですが、好きな項目を開くことができて、例えば一旦ホーム画面に戻りますが、こちらのテザリングというところをタップすると、こんな感じでインターネット共有の画面をワンタップで開くことができます。こちらは皆さん好きな項目を開けるように設定したいかなと思います。詳しくはこちらの動画で設定の方法を解説していますので、よく開く設定があるという方はぜひこちらチェックしてみてください。僕もこの方法を知ってから本当に便利になって助かっていますので、皆さんにもぜひぜひ使ってほしいです。では次に7つ目です。7つ目はワンタップで音楽を自動再生する機能になります。こちらは普段よく聴く音楽やアルバム、プレイリストをホーム画面からすぐに再生できる機能で、 Amazon Music、Apple Music、YouTube Music で使える機能になります。こちらのカフェミュージックというアイコンをタップすると、こんな感じで Amazon Music が開いてくれて、あらかじめ指定しておいた音楽が自動で再生されます。僕の場合はこんな感じでカフェミュージックが流れるようにしていて、勉強するときや仕事をするときに集中できるようにと使っています。これかなり便利で、集中したいときってタップ数の多い作業をするとそちらに気が取られてしまって、すぐに集中力がなくなってしまいますよね。このショートカットはワンタップで簡単に再生ができるので、頭を使わずさっと音楽を再生できるんですよね。また一旦ホーム画面に戻って、今度はこちらのミュージック再生というアイコンをタップしてみます。すると今度はこんな感じで好きなアーティストや音楽を選択できるようになっています。こちらのミックスナッツをタップすると、今度はこんな感じで YouTube ミュージックが開いてくれて音楽を再生することができました。普段通勤や通学で音楽を聴く際にもさっと聴くことができます。よく聴く音楽があったり、 BGM 程度にさっと音楽を再生したい場合なんかにかなり重宝しますので、ぜひ皆さん試してみてください。では次に8つ目です。8つ目は Bluetooth イヤホンの簡単接続機能になります。皆さん普段 Bluetooth のイヤホンを iPhone に接続して使っているかと思いますが、このイヤホンを他のデバイス、例えば iPad やパソコン、テレビなどに接続することはないでしょうか。僕の場合は最近ジムに通い始めたのですが、ランニングマシーンにイヤホンを接続する機会があるんですよね。他のデバイスにイヤホンを接続するときって、一度 iPhone の Bluetooth をオフにしたり、イヤホンを再ペアリングモードにしたりしてから、他のデバイスの Bluetooth 設定でイヤホンを選択して接続をするかなと思います。そしてその他デバイスでイヤホンを使い終わった後に再度 iPhone にイヤホンを接続するときって、自動では接続されず、わざわざ Bluetooth 設定から再接続する必要がありますよね。この作業が結構面倒でどうにかならないかなと思っていましたが、いい感じの機能を作ることができました。
こちらのショートカットはワンタップで Bluetooth がオンになり、その後イヤホンとの接続まで行ってくれます。今はこんな感じで Bluetooth がオフの状態になっていて、またイヤホンはペアリングの待機状態になっています。この状態で左上のこちら Bluetooth イヤホンの項目をタップすると、こんな感じでショートカットが動作してくれて、コントロールセンターを見てみると Bluetooth が自動にオンになっていて、こちらのバッテリーのところを見るとイヤホンが接続されました。これよく他のデバイスとイヤホンを共有する方にはかなり便利な機能で、例えば仕事でオンラインミーティングをするときにパソコンとイヤホンを接続したり、ジムや共有施設のデバイスとイヤホンを接続したりしたときに簡単に自分の iPhone に接続を戻すことができます。僕もかなり使っている機能になりますので、皆さんもぜひ活用してみてください。では次に9つ目です。9つ目はロック画面にメモをする機能になります。メモを書いても見るのを忘れる、そんな方向けにロック画面に直接メモを表示する便利技になります。こちらのロック画面メモというアイコンをタップすると、こんな感じでメモの内容が聞かれますので、メモの内容を入力していきます。はい、こんな感じで帰りにシャンプーを買うというメモを作成してみました。こちら完了をタップします。完了をタップするとこんな感じでショートカットが動作してくれて、ロック画面に今入力したメモが記載されました。ロック画面を開いてみるとこんな感じでシャンプーを買うというメモが反映されましたね。これ嫌でも目に入るので絶対忘れません。またもう一度こちらホーム画面に戻って、こちらのロック画面メモをタップすると、今度はこんな感じで先ほどの続きにメモを追記することができます。メモを追記してみたいと思います。完了をタップすると、今度はこんな感じでロック画面に2つのメモが入ってくれます。僕は最近健康診断があったんですが、皆さんは健康診断の日に朝ごはんを間違って食べてしまったことはないでしょうか。実は僕は何度かやってしまっていて、食べてる途中に気がつくんですよね。なので今回はこのロック画面メモを使って、こんな感じで朝ごはん禁止というふうにメモをしておいて、起きた時にすぐにご飯を食べないようにと認識をすることができました。皆さんもこういった絶対に忘れてはいけない注意書きや、普段やらなければいけないタスクなどをメモしてみてください。では最後に10個目です。10個目は LINE のメッセージの自動送信機能になります。こちらはこのチャンネルを普段見てくださっている方は知っているかと思いますが、かなり便利な機能なので毎回紹介をしています。皆さん普段 LINE アプリ使いますよね。使う中でも普段仕事や学校が終わって家に帰るときに、家に帰るよというメッセージを送信する方多いかなと思います。ただこの毎日の帰るよという LINE、 意外と面倒ではないでしょうか。そんなルーティーンになっている面倒な LINE を自動で送信する方法になります。こちらのセンドラインというアイコンをタップすると、こんな感じでショートカットが動作してくれて、あらかじめ決めておいた相手にランダムで帰るよというメッセージを送信することができます。こちらの LINE を開いてみると、今宮地という相手に LINE を送信したんですが、今から帰りますというメッセージが送信されました。またもう一度ホーム画面に戻って、こちらのセンドメッセージもう一度してみます。タップしたらこちら LINE を開いてみると、今度は帰るというメッセージが送信されました。こんな感じで先ほどのアイコンをタップするだけで簡単に帰るよというメッセージを送ることができるんですね。さらに毎日同じメッセージだとさすがに冷たいなと思われてしまうので、あらかじめ決めたフレーズの中からランダムでメッセージが送信されるようになっています。毎日のルーティンを少し楽にしてくれるかと思いますので、ぜひこちら活用してみてください。はい、という感じで今回は僕がおすすめするショートカットを10個紹介してみました。普段ショートカットを使っている方、いない方いるかと思いますが、知らない機能がありましたらぜひ活用してみてください。また冒頭でもお話をしましたが、今回紹介したショートカットは概要欄とコメント欄にダウンロードリンクを貼っておきます。そこからダウンロードをしてぜひ使ってみてください。またダウンロードしただけでは使えないショートカットもありますので、合わせて使い方の解説動画もリンクを貼っておきます。こちらも参考にしてみてください。今回は2022年の上半期バージョンということで紹介をしてみましたが、今後も半年に一度くらいはこんな感じでおすすめのショートカット10選動画を出していこうかなと思っています。もし今回の動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこのチャンネルでは他にもショートカットを使った裏技や便利技をたくさん紹介していますので、こちらもぜひ見てみてください。では最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。